安く東京生活を満喫したい、23区から脱出だと考えている人に、山手線駅まで30分の街を紹介。今回は神奈川県川崎市中原区を調査しました。都心へのアクセス、将来人口、治安、物件相場、医療、育児の6項目で他の街と比較しています。ということで、川崎市中原区へ引っ越しを検討されている人はぜひ最後までご覧ください。こちらの動画は以下の流れで川崎市中原区を紹介していきます。第一に、数値で見る他のエリアと比べた川崎市中原区の良い点、悪い点。第二に、数値では分かりにくい川崎市中原区の良い点。第三に、数値では分かりにくい引っ越すなら事前に知っておきたい点。そして最後に、全体を通しての総括となります。説明欄にはそれぞれのタイムスタンプも設置しています。気になる箇所があれば、そこまで動画を飛ばすこともできますので、ぜひご利用ください。それでは、他のエリアと比べた川崎市中原区の良い点、悪い点を見ていきましょう。まずは都心へのアクセスからです。川崎市中原区は JR 南武線、JR 横須賀線、JR 湘南新宿ライン、高崎東海道本線、JR 湘南新宿ライン、東北本線、横須賀線、JR 相鉄直通線、東急東横線、東急目黒線の7つの線が走っています。都心へ出るルートとしては、武蔵小杉駅から大崎駅まで JR 湘南新宿ライン快速で最速9分、武蔵小杉駅から品川駅まで JR 横須賀線で最速9分、武蔵小杉駅から渋谷駅まで東急東横線で12分、武蔵小杉駅から目黒駅まで東急目黒線急行で13分、武蔵小杉駅から新宿駅まで JR 湘南新宿ライン特別快速で最速19分、JR 相鉄線直通で最速20分ほどで行けます。さて、川崎市中原区の人口ですが、26万5千人ほどとなっています。また2045年までの将来人口は現在から約 4% 増加する予測となっています。日本全体で人口が減少すると予測されている中、この 4% 増加は優秀な数値と言えるでしょう。物件を購入した際も、他のエリアと比べると値が崩れにくいこともあるかもしれません。治安に関しては、他のエリアと比べるととても良い印象です。というのも、令和3年の犯罪認知件数が785件だったのですが、これは川崎市中原区の人口1000人あたりの犯罪件数でいうと約 2.97 件となります。平均が5件程度となりますので、先ほどの通り、川崎市中原区の治安はとても良い評価となりました。なお、中原区周辺の治安も見てみますと、横浜市港北区は 3.33 件、横浜市神奈川区は 3.07 件、横浜市西区は 8.45 件となりますので、それらのエリアと比べても治安は良い方と言えるでしょう。物件相場は、賃貸でワンルームが約7万4千円、 2LDK だと約15万円、分譲マンションは新築で約4600万円、戸建ては約5500万円ほどなようです。これら金額は、他の東京23区外のエリアと比べると高い印象です。病院等医療施設に関してですが、川崎市中原区内には207の医療施設があります。人口1000人あたりで計算すると 0.78 件となり、こちらの数は他のエリアと比べると並みの印象となります。育児関係ですが、2021年の待機児童・保留児童数は350人だったようです。また認可保育施設は119あるようですが、生後3ヶ月未満のお子さんを預かってくれる施設の割合は約 4% でした。6つの項目を紹介しましたが、このように見ていくと、都心へのアクセス、将来人口、治安は良い印象でした。対して、物件相場が高く、待機児童・保留児童数の数からお子さんを預けたい場合は苦労するかもしれません。ちなみに、他の周辺の市も同様に調べてみたところ、このようになりました。川崎市中原区同様、それぞれの市も動画にする予定です。気になるエリアがありましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、ここまではスーツで比較しやすい川崎市中原区のポイントを見てきましたが、ここからはスーツでは測りにくい川崎市中原区の魅力を紹介したいと思います。今回は、都心への複数の鉄道が走っていること、空港バスがあること、始発駅があることの3点を紹介します。まず第一の、都心への複数鉄道ルートがある点ですが、川崎市中原区には冒頭でもお伝えした通り、多くの鉄道が走っています。
平間駅、向ヶ原駅、武蔵小杉駅、武蔵中原駅、武蔵新城駅は JR 南武線、新丸子駅、元住吉駅、武蔵小杉駅は東急東横線、東急目黒線、他に武蔵小杉駅には JR 湘南新宿ライン、横須賀線、成田エキスプレス、相鉄直通線が通っています。東急東横線は横浜高速鉄道みなとみらい線、東京メトロ副都心線と相互直通運転をしているため、列車によって乗り換えなしで元町中華街駅方面、池袋方面に出られます。また東急目黒線は埼玉高速鉄道南北線、東京メトロ南北線、都営三田線、相鉄新横浜線と相互直通運転をしているので、東海道新幹線、山陽新幹線の利用や埼玉方面に出る際に便利です。第2に川崎市中原区の武蔵小杉駅からは東急バス、京急急行バスからは羽田空港までバスが出ています。電車で羽田空港まで行く場合、どのようなルートを使っても乗り換えが発生します。大きなスーツケースを持っての電車乗り換えは大変ですよね。それがバス移動であれば乗り換えなしで行けるのでとても楽です。料金もそこまで高くありませんので、川崎市中原区へ引っ越した際は積極的に利用したいものです。第3の始発駅がある点ですが、武蔵中原駅、武蔵小杉駅、元住吉駅からは始発電車が出ています。元住吉駅の始発電車は少ないのですが、早朝の通勤ラッシュ時であっても座っての通勤通学ができる点、とても魅力的だと思います。それでは次に、川崎市中原区に引っ越すなら事前に知っておきたい点を紹介します。今回は洪水浸水に関して紹介します。こちらは国土交通省関東地方整備局が公開している多摩川、浅川、大栗川の洪水浸水想定区域図の想定最大規模となります。川崎市中原区は多摩川水系、鶴見川水系の川が流れているため、川沿いで浸水のリスクがあるようです。また想定最大規模の台風、降雨により内水浸水の可能性がある点、あらかじめ注意しておくべきでしょう。川崎市中原区について総括します。川崎市中原区は JR 相鉄直通線を使うことで、大崎駅まで最速9分、新宿駅まで最速20分ほどで出られます。またそれだけではなく、列車を使い分けることで横浜方面、池袋、埼玉方面に乗り換えなしで出られるなど、都心への移動時間以上にアクセス力の高いエリアと言えるでしょう。また治安が他のエリアと比べるととても良い点も大きな魅力と言えそうです。対して物件相場が高く、育児環境は他のエリアと比べると悪い印象でした。武蔵小杉駅周辺には買い物などに便利な大型商業施設や商店街があるほか、区内には四季折々の草花が楽しめる轟緑地があるなど、魅力度も高い町です。神奈川県内へ引っ越しを検討されている人は、川崎市中原区も候補に挙げてみてはいかがでしょうか。さて、今回川崎市中原区を訪れたり、区内のウェブサイトやその他もいろいろと調べてみて本動画を作成しました。ですが、私自身川崎市中原区には住んだことはありません。ということで、川崎市中原区在住の方がいらっしゃいましたら、住んでいる上で感じる魅力や気になる点をコメント欄で教えていただけますと幸いです。これから川崎市中原区に引っ越そうかなと考えている人の参考にもなるはずですので、ぜひコメントをお願いします。本日の内容は以上となります。ここまでの内容が皆様の参考になったならとても嬉しいです。また励みになりますので、少しでもお役に立てたようでしたら、チャンネル登録やグッドボタンをぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた別の街でお会いしましょう。